TBS ラジオ展開図。こんばんは、宇賀なつみです。TBS ラジオ展開図。この番組は今後イノベーションを起こしそうな企業や人を徹底分析、その展開図を描き、新しいビジネスワールドを組み立てる番組です。今夜のプレゼンターはフリージャーナリストの濱田恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんと海の向こう、海外とリモートでつながるということですね。割と私の海外バージョン多いんですけど、今日はですね、初めてのイギリスかな。お、イギリス、いいですね。どんなお話が伺えるのか楽しみです。今週も TBS ラジオのスタジオから感染対策をしっかりとしてお送りしていきます。さて、この番組ではリスナーの皆さんからの番組への感想や、この企業に注目している、こんなビジネスがあるらしい、また次はこんなサービスが来るというメッセージお待ちしています。宛先はすべて小文字で展開アットマーク tbs.co.jp、 tenkai@tbs.co.jp です。またツイッターでも番組の情報を発信しています。ハッシュタグ展開図、この展開図はカタカナでお願いします。それではコマーシャルを挟んで、早速新たなビジネスの動きの展開を予想していきます。 TBS ラジオ展開図。年間34億8000万本。リスナーの皆さん、これ何の数字か分かりますか？実はこの数字、日本で1年間にリサイクルされないペットボトルの数なんです。現在プラスチックごみのリサイクル技術は進んでいる日本ですが、その内訳を見ると、材料自体のリサイクルはおよそ 20% にとどまり、プラスチックごみを燃やしたエネルギーを再利用する熱回収が 57% を占めています。ただ多くの先進国では熱回収はリサイクルとみなされていないんだそうです。そんな現状を打破するために開発されたあるアプリに今夜は注目します。ということで、今夜はゲストとリモートでつながっています。一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン代表理事、共同創立者のマクティア・マリコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今イギリスにいらっしゃるんですよね？そうです遠いところに、はい。イギリスのどちらですか？はい、ロンドンの郊外にありまして、すごい緑豊かなところです。ではまずはじめに、私からマクティア・マリコさんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。マクティア・マリコさんはイギリスのロンドン大学を卒業後、中日新聞社ロンドン支局に勤務。2014年からは中日イギリス大使館の国際通商部に勤務し、日本とイギリスの間のイノベーションを促進するお仕事に携わられます。2017年からはフリーとしてコンサルティングなどを始められ、その後日本において世の中の深刻な課題に取り組む人やビジネスを増やすため、一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを立ち上げ、現在その運営やサスティナビリティ関連プロジェクトを総括していらっしゃいます。またその一環としてペットボトルの削減をミッションにした日本初の無料給水アプリ、マイ水を立ち上げられます。フォーブスジャパン2020年10月号ではセルフメイドウーマンとして取り上げられました。ということで、なんだかかっこいい経歴がねえ、たくさん並んでいらっしゃいますけれども、濱田さんはマリコさんに注目した理由は何ですか？はいはい、私が編集長を務めていたビジネスインサイダージャパンに、マリコさん出ていただきまして、もともとマリコさん出ていただいたコーナーっていうのが、いわゆるそのサステナビリティ、気候変動問題に立ち向かっている女性たちっていうのを特集する連載なんですね。そこに、マリコさん1回目に出ていただいたということで、私もその書いていただいて、記事を読んで、最初に読んだ時に、こんな活動してらっしゃる方がいらっしゃるんだなということで、すごく、マリコさんの活動に共感して、ぜひお話を伺ってみたいなと思って、今日ラジオに番組にお呼びしました。はい、まずこのアプリですよね、日本初の無料給水アプリ、これちょっとまだよくわからないんですけれども、これどういうものなんですか？
本当にありがとうございます。あのアプリ自体は本当にあの簡単なごくシンプルなものなんですけれども、うん、給水したい人、マイボトル持ってて給水したい人と給水できる場所をつなげているものになるんですね、うん、なのでアプリ開く と、地図が出てきまして、そこに今いる場所に近くにどんなところがあって、あここに行けばこの店に行けばあのお水もらえるんだっていうのをこうパッと見てすぐ分かるようになっているんですね。それってカフェとかですよね。どんなところが、そうなんです、はい、あのいろんなところが載ってまして、例えば、まあ、公共施設、公的水飲み場、はい、まあ、駅とかそういうところに行けば、水飲み場もあるんですけれども、はい、あとお店にも参加していただいていて、はい、あのカフェだったり、もともとお水提供している飲料水を提供しているところが多いんですけれども、結構意外なところもあったりして、例えばあの牧場だったり、あの、まあ、有名ブランドで行くとイケアさん、あの家具のイケアさんだったり、アウディジャパンさんとか、うん、あ車の販売店でお水もらえるんだみたいな、確かにそういうところも参加していただいたりしてます。そういう参加するお店なんかは、皆さんで営業されたんですか、それとも自発的に登録していただくんですか。もう本当に私たちも営業苦手すぎて、あの全然できてないんですけれども、私たちの活動を見て共感していただいて、自ら登録していただいてるんですね。あのやっぱりお店としてもこう使い捨てプラスチック出してしまってるとか、もっとこう環境のためにやりたいっていう気持ちで、あの初めて参加されるところが多いみたいですね。なるほど、確かにね、マイボトルどんどん広がってますけども、やっぱりそのお水どこであの給水できるんだろうっていうのみんな分からなかったんですね、これまでね。それでこうみんな空になったボトル持っててっていう感じだったんですけど、これなかなかあるようでなかったんですよね。本当ですね。で登録している給水所も20万箇所以上です、ね、そんなにあるんですね。それって全国をもうカバーしてるんですか。マリコさん、あ全世界です。で、あの仕組みとして、はい、そうなんです。日本の場合は9000箇所以上あるんですけれども、すべてお店っていうわけでもなくて、あのユーザーさんに使っているあのアプリを使っていただいている方に、例えばその公共施設の写真とかも投稿していただいて、あの他の人も見つかるようにそういう情報も投稿していただいたりしているので、あのまだまだやっぱりこう地方の方に行くと数が少なかったりはするんですけど、いろんな人がその情報を投稿したりしていただくことによって、あのこう探しやすくなったり、あの、まあ、あえて言うとこうお店も参加したくなるような、仕組みにはなっているんですね。まあね、確かにこれがどんどん広まっていけばペットボトルゴミっていうのは減っていくんだろうなと思うんですけど、うん、どうして最初にその給水所、給水アプリっていうのに注目したんですか、うん、そうですよね。なんでそんな形でって思われると思うんですけど、もともと団体としてこういう環境問題に取り組んできたものとして、やっぱりあの表面的なところでこのプラスチックごみとか、まあ、気候変動もそうなんですけども、取り組んでもなかなか必要な変化が起きないっていうのが結構問題として意識してたんですけれども、まあ、個人レベルでだとなかなか何をやればいいのか分からなかったり、企業の場合でも、まあ、SDGs とかサステナビリティって分かっているはずなんだけど、うん、形何なのかとかどうしたらいいのかっていうのが分からないっていうのがやっぱりあのどうしてもあって、でこの給水っていうのはもともと私も沖縄に行ってた時にこのペットボトル流れてるところって、日本ってこれだけ飲料水に恵まれてて蛇口さえひねれば美味しいお水を飲めるのに、なんでこれだけのこうお水のためにこうペットボトルを買って、うん、なんて無駄なんだろうって思って、うん、でまずはこういうところから私たちのこう消費行動を変えていけるんじゃないかなと思ったんですね。でまあ、いろいろ調べていくと、やっぱりこのマイボトルも実は日本の、持ってる人の率が結構高かったり、調査によって5割から8割ぐらい、もうすでにマイボトル持ってるけど使ってなかったり、でその使っていない理由が、まあ、めんどくさかったり、まさにその給水するとこがないから、持たない、もしくはまあイメージ的にちょっとなんか水筒っていう言葉も使うと、なんか小学校の時に持ってたけどねみたいな、なんかそういうところから使っていない人が、あまだまだいるんだよね、だったらもうちょっと根本的なところで、うん、そのマイボトルを使える仕組みが必要なんじゃないかなと思って、まあ、だったらこう給水できる場所を簡単に探せて、それがどんどん増えていくことによって、あの使い捨てじゃないマイボトルの選択肢を選ぶ人たちが増えていくんじゃないかなって思って、こういう形にしたわけです。
マリコさんの、まあ、インタビューの記事で、ビジネスインサイダーの記事ですごく印象的だったのが、いろんな企業に働きかけた時にやっぱ企業はいつもその消費者側の意識が変わってないからっていうことをまあおっしゃってて、その壁にすごくぶち当たったということをおっしゃっていたんですけども、やっぱまさにその消費者の意識を変えるためにの、まあ、変えてください変えてください、エコは大事です、気候変動大変な問題ですって、まあ、ニュースなんかにたくさん流れてもなかなか私たちのやっぱり行動とか意識って簡単に変わらないですよね。で、例えばエコバッグなんかは有料化ってことによって一気にやっぱり景色が変わりましたよね。なんかその仕組みをやっぱりこう大胆に変えるっていうことがやっぱりこうただ言ってるだけじゃダメで、何かやっぱり仕組みを作ることが大事なんだなって感じました。ありがとうございます。本当にその通りだと思います。本当に鶏卵みたいな状況が起きてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、企業としては消費者が求めないと何もできないっていうのと、まあ、でも実際消費者に聞くと、いやでも選択肢がないから選べないわけじゃんっていうことで何も動いてない状況から、やっぱりまあ、そこはリスク取って、もしかすると失敗するかもしれないけど、でも絶対にこのマイボトル求めてる人たちいると思うし、私の周りにもいたしから、まあこうまずは仕組みをちょっと変えようとするっていうのと、もう一つはやっぱこうアプリを作ることによって、まあ、ユーザー数だったり、今アプリの中でも給水したことを記録していくと何本のペットボトルが削減できたのかっていうのも可視化されるんですけど、数字として出るんですけど、やっぱそこも需要がないって思われてるところを、いやこれだけ需要があるんだよ、こう例えば私たちも14万人ぐらいにダウンロードしていただいてるんですけど、はい、それだけ、ま、マイボトル使おうとしている人たちがいるんだよっていうのも、まあ示すことができるので、うん、やっぱりそういうデータとか、うん、出すツールとしてもすごくいいのかなと思います。確かになんか自分の行動が、まあ、例えば給水したらどれぐらいのプラスチックが削減になったっていうのが見えるっていうのは、ちょっとゲーム感覚で、こうみんな結構気候変動とかってそういうゲーミフィケーションとこう組み合わせて達成する、例えば何かをやったら木が1本売られますみたいなのを結構他の中国の企業なんかもやってるんですけども、そういった遊びの要素とかこう目に見える結果っていうのはモチベーション高めますね。本当そうです。でやっぱりこう、まあ、一人だとなかなか、ね、一本削減してなんか効果あるのかって思われると思うんですけど、やっぱみんながあこれだけ削減できたのっていうのはこう見えると、なんか自分もあ貢献してるし、あ他の人たちもやってるんだっていうのと、あそれは絶対あると思います。あと私たちもこれアプリが一番注目されるんですけれども、いろんな、浜田さんもさっきおっしゃってたんですけれども、やっぱり仕組みはすごく大事ではありながらも、人々の消費行動も同時に変えていかなければいけなくて、で例えば私たちがこうマイ水チャレンジっていうのを行ったりして、もしくは SNS でいろいろ情報発信していると、なんか楽しくこう1ヶ月で何本のペットボトル削減できるのかっていうのをこう学校1年こうみんなにこう参加してもらったり、企業の何千人の従業員に参加してもらったりして、なんかこう楽しくみんなと一緒にやるっていうのがすごくこの消費行動を変えるきっかけにもなるのかなと思いますね。でもどうですか、日本でもここ数年は結構その SDGs だったり、サステナビリティみたいな言葉も浸透してきたなと思いますし、その企業も消費者もちょっとこう最近変わってきたなって実感することってありますか？あります。やはり、まあ、今までちょっとよくわからなかったっていうところは、もうちょっと根本的なところから、例えば商品のリデザインをしなければいけない、なんか、ただただこう構想を変えるだけではなくて、そもそも、消費者にそのユーザーもしくはお客さんに何を届けようとしてて、それをじゃあ一番こうサステナブルな出し方って何なのかっていうのを、やっぱり根っこから考え始めてる企業さんも増えてると思いますし、あとは連携されてるところもどんどん増えてるのかなと思います。私たちも結構いろんな企業さん、三菱ケミカルクイーンスイさんだったり、アウディジャパンさんとか結構大企業ともいろいろご一緒させていただいていて、まあ、それはやっぱりこう一企業としてなかなか、まあ、単独だと取り組めないところを、私たちみたいな小さな団体と一緒に組むことによって新しいことができる、でそういうところはどんどん私たちの周りでも増えてるように思いますね。一方でヨーロッパはまあやっぱりものすごく気候変動に対しての環境進んでると思うんですけども、ヨーロッパから見たらまだまだ日本はちょっとここがなって思うところはどういうところですか？そうですね、一つ私個人的にもったいないなと思うのは、リスクとその課題に関する意識なのかな。例えばヨーロッパだと
他の企業は誰もやってないからやってみよう、そこで新しい市場チャンスがあるかもしれないっていう、結構なんか野心的なちょっとまあ意欲があるところがある一方、日本の場合は他のところまだやってないからやらないっていう相手あの目立ちたくないからやらないっていうのがすごくもったいなくて、だからこの急性っていうのはあるようでなかったものがやっぱりこうどこもやりたいと思ってなかった、まあ、やりたいと思っててもやったらどうなるのかわからないっていうリスクがあったからやらない。で私たちがやり始めると、あ、じゃあ給水所置こうかとか、逆に給水アプリみたいなものも後から作られた企業さんとかもあったりしたので、どこかがやり始めればやるけど先にやらないっていうのが結構もったいないなと思いますね。あるあるですね、いろんなチャンスがある。もう本当にその通りだなって思いますよね。でもマリコさんあれなんですね、そもそもは新聞社に勤められてたんですね。そうなんです、はい。そちらでは何をされてたんですか？ロンドン支局に勤めてたので、あの、まあ、外報部、結構いろんな海外のニュースを日本の読者さんにあのお届けするような仕事で、ローカルレポーター的な、うん、なので取材とかニュースを実際探しに行ったり、ちょうどあのロンドン五輪、うん、2012年の時もあのロンドンにあのオリンピックの方に行ってて、あのすごいもう毎日違うニュースをこういろいろ調べてやってたので楽しかったですね、キャリアのスタートは浜田さんと一緒ですね。そうですね、ロンドンの大学を出て日本の新聞社のロンドン支局に勤められたということですよね。あ、そうです、そうです、うん、はい。やっぱりでも日本で働きたいと思われたのはどうしてですか？いろんな理由があるんですけれども、例えば新聞社で働いているとニュースになるものとニュースにならないものっていう差も結構気になったりして、あのやっぱりヨーロッパだとこの気候変動だったり、何でしょう、行政の取り組みとか結構いろいろ面白いことが起きてたところが、まあ、一部は報道されるけど、なんかこう、あ、これがすごく面白くてみんなが知ってみんなに知ってもらいたいのに取り上げてもらえなかったりするところが結構気になって、あ、日本だとまだまだこの気候変動とかこういう課題っていうのは取り上げられてないんだなっていうところが結構気になって、じゃあ実際日本に行ってどんなこと、どんな状況で、なんか何が進んでて何が進んでないのかっていうのを自分の目でも見てみたいなっていうのは一つでしたね。あと、まあ、私の母が日本人で、はい、生まれ育ちがイギリスなんですけど、やっぱ医療方法を知ってるっていうのも、うん、もしかすると活かせるかもしれないなと思って、実際海外で起きていることをちゃんと日本でも報道されるようにするとか、なんかそういうのにもしかすると貢献できるかもしれないなっていう思いもありました。そして駐日イギリス大使館にもお勤めになってるんですよね。はい、そうです。当時イノベーションを担当してたって、はい、インタビュー記事であったんですけど、具体的にどんなことを担当されてるんですか？そうですね、あのイギリスのキャンペーンとして、あの日本とイギリスの国の間でもっといろんなイノベーションが起こすような、キャンペーンがありまして、でそれを担当させていただいてるんですけど、させていただいてたんですけど、例えばスタートアップ支援だったり、大学と企業同士のこうコラボレーションを、まあ、なかったところこう、サポートしたり、あの新たなこうコラボレーションが起きるようなサポートをしたりしてたんですけれども、まあ、いろんな仕事、いろんなポジションを担当させていただいてたところ、やっぱりこうスタートアップの支援だったり、日本の VC とイギリスのスタートアップをつなげるようなことだったり、日本のスタートアップがイギリスに進出できるようなサポートもあのさせていただいてました。なのでイノベーションというすごくわーっとした中で、あの、まあ、結構スタートアップだったりその IT とか、あの何かしら新しいものを、やろうとしている企業さんだったり、こう大学のサポートさせていただいてました。あのマリコさんが今のこの活動を自分でこう始められるときに、あのロールモデルにされた3人の女性がいるっていうの記事に出てきましたね、はい、でやっぱりその3人の女性の生き方っていうのが、はい、私も記事で読んだとても印象的で、まあ、その東ティモールで本当に自分が人身売買の対象になった女性が、うん、まあ、自分でその学校を作ったりとか、まあ、っていうあのかなりすごいインスパイアされた女性たちが、うん、まあ、こう割とその強烈なやっぱり体験とキャリアを持っていらっしゃる方ですよね。そうなんですよね、本当にあのその3人、まあ、だけではないんですけれども、もう自らこう自分の辛い思い、辛い経験をもとに何かしらこう世の中になるために他の人も経験しなくてもいいように取り組んでいる女性たちを見ると、
なんか私ももうちょっと頑張んなきゃって思ったり、あと、まあ、もうちょっと頑張んなきゃっていうよりはそんなことできるんだなっていうのが、なんかそんなだけ辛い思いと経験してきたのに今はそうやって立って自分でこういうのをやろうとしているっていうのが本当にもう素敵すぎるっていうか、まあ、見習いたいなって、そのようになりたいなって思ったんですね。やっぱこうやらない理由がなかったり、私がこれだけ恵まれて本当に、まあ、英語だと言うとプリビレッジ、本当に恵まれて育ったので、なんかそれをなんか、ね、貢献できるようなところまで持っていきたいなと思いますね。では最後にこれからの目標、今後の展開を教えてください。そうですね、本当に、まあ、今のこのマイ水っていう活動を通して日本でもこのマイボトルの利用が当たり前になることを目指して、本当にこの 1,2 年ぐらいでも達成できたらいいなと思っています。で、他のところでも言ってるんですけれども、3.5% っていうルールもありまして、ハーバード大学の研究によるもので、社会の 3.5%、 人口の 3.5% の人が、何か新しい社会的アクションに参加すればそれが新しい当たり前になるっていうような、概念がありまして、だったら日本の場合は427万人ぐらいがこう積極的にマイボトル使っていればそれが当たり前になってくるっていうことで、今それを達成できるためにいろいろ工夫していきたいなと思ってます。でもう一つは、まあ、今団体としてもまあ、さっきの話にも出たんですけども、リスク取ってこう新しいことにチャレンジする人たちも日本でも増えていったらいいなと思って、私たちの経験も元に本当にいろんな方から、私もこういうのやりたいんだけれどもどうしたらいいのかっていう結構若い人たちからの問い合わせも多かったりして、そこも私たちももっとこう他の、まあ、若い企業家だったり人たちも支援できるような、仕組みもうこれから作っていきたいなと思っています。やっぱりまだまだいろんな課題が残っていて、それに取り組む人たちがどんどん増えていくといいなと思っているので、まあ、ネクストステップとしてはそれをどんどん力を入れていきたいなと思っています。ということで、今夜のゲストは一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン代表理事、共同創立者のマクティア・マリコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ展開図、 TBS ラジオ展開図、今週もあっという間にエンディングのお時間です。どうでしたか？いやちょっとマイボトル ね引っ張り出さないと、いっぱい持ってるの、ね、ボトル。そう、私も持ってるんですよ。でもやっぱりついつい持って出るの忘れちゃったりする時あるよ ね。あとやっぱり現場ってペットボトルがこうあるんじゃないですか。そう用意されてるのね。そう、ちょっと変えていかないといけないなというふうに思いますね、はい、TBS も給水場所に登録したら私たちは持ってきてお水を汲むよねお水汲めるところありますよね。でもね、あります。そうだ、ちょっと変えていかないとなと思いました、うん、ということで、今夜のプレゼンターはフリージャーナリストの浜田恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 TBS ラジオ展開図、また来週お会いしましょう。TBS ラジオ展開図、毎週水曜夜9時放送です。